こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアルティです。今日一緒に勉強したいと思った曲はヒゲダンのミキシドナッツです。不安だらけなりよけ任せろライフ I know かりそめまみれの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆく。おお、これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前はヒゲダンです。活動は2012年からしました。レーブルはアイオリレコードと事務所はラストラムミュージックエンターテインメントです。はい、この曲はテレビアニメスパイファミリーのオープニング主題歌でございます。ミュージックビデオの監督はヒゲダンの作品を多く手掛けたシンポータクトさんが務めて、このミュージックビデオの中ではメンバーたちがメイクや衣装などで様々な登場人物に扮して最初から最後まで見応えのある作品でございます。ミックスナッツの中にピーナッツみたいなやつがあるじゃないですか。あれが実はピーナッツではなく見た目だけ似てる偽物みたいなやつなんで、あれを見て考えながらこの曲を作ったとコメントをしました。それでミックスナッツとピーナッツの意味が何かな考えながらご覧ください。じゃあ行きます。아니뮤직비디오를이렇게나만드시면다른사람들은이제어떡하냐영화를만들어왔어 시작부터베이스가다라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 바빠요리듬들이리듬파티가되게바빠앞에서다보여주는거같아이게더블타임스윙이라는장르거든요리플래시영화보면빡빡이한테맞으면서주인공이들어오시잖아요그장르그많이맞으면서정말어려운장르거든요이게팝에서나온건저는처음봤어요 너무무서울것같은데안그래도고음이신데이번음악을더고음이신것같더라고 어디까지올라가시냐고 베이스가되게커요원래이스윙같은장르면사실베이스줄여갖고브라스로많이채우는데이게믹스를되게신나게했더라고베이스를많이끌어올려갖고다바쁘네엄청바빠 근데멜로디는되게희망적이다 아여기여기가약간그해소해주는것같아요여기약간의도하고만든것같은느낌이죠더팝쪽으로이제듣기편하게해주는것같아요이부분을환기시켜주는보컬인데계속달리면힘들어서이절못가거든요그러니까실틈이필요한거지약간모든멤버를위한선택이그렇지않을까싶네요여기또힙합테이스트약간악기구성이나이런게그옛날스파이어같은느낌뭔가수상한이야기가계속보여주는것같은느낌을계속보여주는그애니메이션사운드트랙이다약간이런느낌이거든요그걸이제희계단이랑섞은느낌이런아이디어들이진짜너무좋은것같아요영화음악을만들어도될것같아요아진짜고음어디까지올라가시려는거야 저희도이런장면비슷한거있잖아요카이마 카이마
더블 타임. 네, 더블 타임으로 잠깐 갔다 오세요. 더블 타임이라는 게 그거거든요. 그 원래 빠르게 해서 리듬 파트만 두 배로 빠르게 치는 거예요. 원래 빠른데 그걸 이제 드럼을 혼자서 드럼하고 베이스 이제 그거를 두 배 빠르기로 연주하고 있는 거예요. 듣는 사람이 이렇게 더 신나게 느낄 수 있게. 와, 믹스 노트로 마무리를. 스고이. 야, 이 신경을 입었다. 뭐 도추대 토마라레 나갔다 됐어. 스고이 됐어요, 네. 도우 되시다고. 최초의 타이틀을 듣고, 타이업의 애니메이션을 봤더니, 아, 그래서 이런 타이틀과 이런 분위기인가. タイアップのアニメの主人公のちっちゃい女の子がその子の大好物の一つがピーナッツなんですよ。だからそのピーナッツになんか他のことを比べてこうやって話を作って曲として現れたんじゃないかなとちょっと思いました。それとギターが本当にすごいです。ああ、すごいですね。他のは全部キーで撮ってるものなんだけど、こうミックスノッツの中でピーナッツだけこう下で撮ってるものなんで、だからちょっと別にあるものなのに一緒にミックスノッツになんか入ったもの。だからこう3人の家族がホテルに入った時に、なんかこう3人だけでピーナッツみたいにアイディアを作ってなんか曲作ったが本当にすごいかなと思いました。アニメの内容も3人の家族が本当の家族ではないんですけど、僕はミックスナッツが世界だと思って、その家族が偽物のピナッツなのにミックスナッツの世界に入ってミックスナッツのフリーをやってることを考えたのがめっちゃすごいと思いました。周りにある何物でも意味を入れて曲を作れるようになったのがアーティスト的にすごいなと思いました。もっと周りに興味を持って生きてみます。なんかこれが本当にすごいタイアップだなと思ったのが、ヒゲダンがタイアップをアニメのタイアップをするときはアニメのイメージをちゃんと持ってヒゲダンのカラーも色も失わずに曲を作ってるんです。それが本当にすごいと思いました。今回も僕もいつも対バンするとき僕たちがいつもピナッツみたいな感じを感じているんですけれど、僕たちもよく混ぜていいミックスナッツになってほしいと思う時間になりました。たくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。